プレゼント企画やってます。どうもドーゼルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュナイルお送りしていきたいと思います。さあということで、本日始まりましたこちら見習い親衛隊チャレンジ、新カードがね、ゲットできるチャレンジとなっておりますが、先ほど私生放送で、サクッとゲットすることに成功いたしました。で、見習い親衛隊思ったより強い、あの体力がねめちゃめちゃ高くて無視できないのと、あと横にめっちゃ広がるんで、施設とかでね引き寄せようとしてもなかなか引き寄せられないんですよ。タワーへのダメージも結構狙っていけるというところで想像以上に強かったです。ローリングバーバリアンとか巨大雪玉とかロイヤルホグよりは強そうな予感。アウトローもね、新カードで割と強めなんですが、それと同じぐらい、結構使われていくカードなんじゃないかなと、言ったところで、まあ、今回ね、このチャレンジを逃してしまうと多分、有料の宝箱で来週か再来週多分来るかな、いつものパターンだったら来ると思うんですが、そちらの宝箱で買うか、もしくは3週間後のリリースを待たないといけないと、言ったところなので、まあ、なんとかね、このチャレンジでゲットしておくのが個人的にはいいんじゃないかなと思います。で、今回は、12勝すると800枚ゲットできるんですが、私8勝で終わってしまって10枚しか今持っていないので、早くグラチャリで使いたいじゃないですか今日は久しぶりにちょっと宝箱動画をね、お送りしていきたいなと思っております。宝箱もう最近全然動画でも引いてないし、あのサバンカのドズ2は割と引いているんですけれども、今日はもうあのレベル9になるまで終われませんということで、ライトニング宝箱めちゃめちゃ引いていきたいなと思っております。それでは参りましょう。まずは来い。いやー1枚目から来ないか。1回につき100枚だから、どれぐらい必要なんだろう、レベル9になるまで。800枚ぐらい、多分ね、800枚でちょうど、使えるんじゃないかなと思うんですが、なら12勝しろよって感じなんだけどね。あ、来ない来ない来ない。やばい。あ、来なかった、マジか。これさ、この前のアップデートで、なんか、持ってないカードが来やすくなったっていう噂を聞いたんですけど、あ、来た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 。オッケーオッケーオッケー。さあ、これは、何が欲しいかなと。レアカードはロイヤルホグしか完走してないのないし、スーパーレアはローリングバーバリアンだから、まあ、どっちでもいいって感じですね。どっちでもいいけど、まあ、一応めくっときましょう。今回の本命はやっぱノーマルカードですから。さあ、カンストしてないカードは現れるぞ。ああ、持ってないカード来やすいってことないのかな、もしかして。やばい、これ。ちょっとこの前の、一回ね、私、マジックアーチャーかなんか出るまで、飛行みたいな、宝箱動画で8万円ぐらい一回の動画で使ったことがあって、それのトラウマが今ちょっと冷や汗ものです。まあ、でも今回はライトニング宝箱だからね、どんだけ出なくても、多分ある程度、あー、アウトロー欲しい。アウトロー100枚欲しいな。いやいや、今日は違う。今日はそういう日じゃない。今日は、見習い親衛隊をゲットする日なんで。さあ、頼むよ。あー、アウトローで止めとけばよかった。やばい。このまま永遠にこれ、エメラルド吸われていくな。あれなのかな、新カードは出にくいとかあるのかな。そんなことはないか。持ってないカードがこれピックされやすくなるみたいな、バランス調整が一回来たと思うんですが、全然嘘ですね、今のところ。あー、アウトローで止めたい自分がいる。いや、大丈夫、見習い親衛隊出るはず。てか全然出なくない、マジ。全然出ないんですけど。ちょっとやばい。これ永遠にエメラルドが。さあ、まあゆっくり行きましょうか。焦っても仕方ないんでね、出るときは出るし、出ないときは出ないんで、全く出ない、マジで。これちょっと待って、全然出ないんだけど、大丈夫か、これ。ちょっと待ってよ。ノーマルカードでしょ、ノーマルカードで、今のレベルをちょっと確かめていきましょう。結構今回、宝箱外してますからね。ライトニング宝箱って、ノーマルカード確か6種類ぐらいめくれるよね。6種類めくってこのヒット率って、ちょっと今日ね、とんでもないエメラルド数が飛んでいくかもしれませんが。さあ、レベルを上げていきまして、もう1個上がる。さあ、今レベル6か。だから残り3ですからね。もう半分を通り越してると。こっからですよ。こっからが本当の勝負ですよ。さあ、ということで、気合い入れ直して引いていきましょうか。いやー、アウトローが出た時のね、アウトローで止めてしまいたい感がちょっと半端ない。お、来た！ナイス！さあ、一発目で、初っ端引き当てました。これはでかい。1回につき100枚ゲットできるんで、ちょっと親衛隊ゲットした時はね、残りのカンストしてないロイヤルホグとかを一応めくって、出ないと、ね、いう感じでございます。結構ライトニング宝箱、あれだな、親切な宝箱である。あー、アウトロー出た。アウトロー欲しいんだよな。もうこの組み合わせが欲しいけど、まあ、ちょっとね、今日はもう本当に、見習い親衛隊だけにスポット当てて、頼む、ラスト。
おー出た、ナイス、オッケー、2連続出た、2連続出た、オッケー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 、これはいいペースですね。やっぱね、序盤がちょっと引けなさすぎたんですよ。うん、やっぱり6回もねめくったらさすがに親衛隊が出る確率かなり高いんで。さあスケルトンからの頼む、あーアウトローで止めたいけど、あダメだったでね、なかなか出ねえ。まあ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 、まあ、でもいいですよ、いいペース、ペース、ペース、ペースはいい、ペースはいい。さあ頼む、ラスト、ラスト、なかなか渋いですね。もう淡々と引きますわ、淡々と引いていく。おー来た、ナイス、危ねえ。今ね、もう一個タップして買えそうになった。よし、まあまあレアカードは何でもいいですと。いいですよ、かなりペースが良くなってきた。さあ頼む、ノーマルカード、見習い親衛隊、見習い親衛隊ね、今後多分ちょっとこう一つ新しいこうコンセプトになる気がしてるんですよね。今まではこう、お、来た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 、オッケー。今まではこうセパレートする三重士とかザッピーとかの、まあ、相棒のユニットってディガーとかアイゴレとか、まあ、そういったこう細かい系が多かったと思うんですけれども、セパレートといえばもう見習い親衛隊みなしんだよねみたいな、まあ、そういった立役になるかもしれないなと思っております。さあ残り300枚ぐらいなんで、3回出れば終わりかな。残り3回出しましょう。1回につき100枚ゲットできるからね。あーアウトロー、アウトローで止めたいダメだもう全然ダメ。さあアウトロー来ちゃうと止めたくなっちゃうんだよな。さあ残り3回出れば終わりです。あーこっからが遠いか、こっからが遠い、こっからが遠い、マジ。あ来てる来てる来てる、オッケー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 。じゃあロイホグも来ていいですね。ローリングバーマリアンが来れば最強。もうね、新カード以外が全部完走しちゃってるから、残り2回ね、残り2回頼むよ、早めに来てくれ、早めに、マジで。ちょっとねあれですわ、やっぱ皆さんこのライトニング宝箱引くのをおすすめしません。チャレンジで取った方が断然安いね。あのチャレンジで12勝すると、お来た来た来た、ラスト、次ラスト、次ラスト、チャレンジで取ったら1回100エメで12勝すると、もらえるんですよね。だから今結構エメラルド使ってるから、普通に12勝まで粘った方が割安だった説、それがね浮上しておりますが、まあいいです、もうラストなんで次引いて終わりにしましょう。マルチで今後も出てくるってなると、ちょっとレベル上げ頑張らんといけんですね。アウトローもなんだかんだまだ私カンストしてないんで、やっぱノーマルカードといえあのカンストまでは時間がかかるんですよね。出ない、あー出ない、いや最後1個が出ないな、なかなか。頼む頼む、ラストサクッと出よ、ラストサクッと出よ、おい来い、あ来ないなかなか来ない、いやーこんな1箱250エメラルドって割と、あ今ドキッとした、割と高いですからね250エメって。来い、あー来ない、ラスト1枚が本当に来ない。これで終わらせます、頼む、ラスト頼む、来ないな終わる、終わらん、何事もやっぱラスト1枚来にくいですからね。頼む、これで終わろう、これで終わろう、あー来ない、ラストラストラスト、来ませんね、じらしてきますな、じらしてきますな、絞ってきてますな。さあこれで、いやーノーマルカード種類多いんだよな、いやー来ない、体力が、もう宝箱を引くだけで、あ来た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 、ラスト、オッケー。さあこれで、レベル9まで行きましたかね、まあ、一応スーパーレアもめくっておきましょう、オッケー。さあこれで枚数は整いました、ありがとうございます。レベル9、これでね普通にグランチャレとかでも、レベル統一されて、使えるレベルになったので、またちょっとね、今日もう1本かもう2本ぐらいあの見習い親衛隊を使った動画もお送りしていきたいなと思っています。個人的には割と強いんじゃないかなと思っているんですが、まあ、デッキによるかな、あのセパレートをメインとして、使っていくような感じだと思うので、セパレート以外できないんでね、まあ、そういったところで、後ろから出して、まあ、縦役で左右でね、どっちも攻めたりとか、逆にゴーレムデッキとかだとどうしてもなかなか組み合わせづらかったりはすると思うんで、まあ、相手のデッキとか自分のデッキとかにいろいろ組み合わさってるパターンを見て、おすすめデッキとかね紹介していきたいなと思っております。皆さんもしあの見習い親衛隊を使って、これ強いぞっていうのがあればね、ぜひぜひ Twitter とかであの教えていただいたり、このコメントで教えていただけると、私もね、あこれ強いんだっていうのは学びやすいので、ぜひぜひコメントとかよろしくお願いいたします。
結構ね、割高だったんで、エメラルドかかっちゃったんで、こいつをちょっとね、生かして、まあ、トロ上げとか、まあ、トロ上げはちょっと難しいかもしれないけど、まあ、グラチャレで無双していきたいと思います。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。